違いムーブね。生きてはいるが、これはかなり圧倒的か、小金さんたちがかなり強い。さあ、ヘッショーワンパン175。うますぎるリアムさん反応していく。対2対3か。さあ、ミリムさんは反転でワンパン。うますぎる。さあ、もう一人倒したい。ディスコントロール。いや、ジャンプでキャラコン勝っていく。お嬢井さんがダウンしてる。これはアリスさん見えてるはず。ワンチャンダウン体だけ取りに行くか。さあ、パンカスさんがいるが、ここもヘッドショット。ダメージが高すぎる。ウィサナさんの回復勝負対 1v1 ですね。回復勝負。いや、意外とないか。意外とキャベツが少ないか。勝っていく。ここ見ている。可能性は高いね。リクロイ取る可能性は。さあ、ホップロッパー。トリオでホップロッパーはあんまり見たことないからな。トリオのホップロッパーは結構難しそうやけどね。歩幅を合わせてみんなうまいこと狙っていけるか、なんならハイグラを狙うか。ホップロッパーとかペッパーは横移動だけではなくて縦移動にも強いんで、ホップフロッパーでハイグラ勝負かけに行って、最後ハイグラ取ってしまえば回復勝負まで持っていきやすいからな。その可能性もあるが、どうだ。さあ、ハイグラウンドを取るのであれば、ホップロッパーとジャンプパッドで直乗りとかでもありか。ただ小金さんはホップロッパー食べてないか。今回はとりあえずジャンプパッド、低空ジャンプまでローグラウンドを取りに行きましたね。さあ、ワンボックス重なってるトリオがいる。ここに対してできればまずはしっかりとケアしていきたい。メガポを渡していけそうやね。リンさんが伸ばしてくれそう。ただまだアンチには入ってなさそうやな。難しい。ここからもう一回ジャンプパッドかホップロッパーで移動するとは思うけどね。さあ、ここから難しそうやけどな。ローグラウンドめっちゃチームいそうやね。ああ、小金さん段上げますね。小金さんは段上げを判断。さあ、そしてホップロッパー食べてるね。徐々に徐々に段を上げていって、さあ、剣また勝負してるところにジャンプパッドでリアムさんたちが後ろから登りきってるところを、小金さんのジャンプパッド間に合うか、カバー間に合うか。ギリギリリアムさんの体力が少ないが、さあ、ここでアサルト M シークさんをしっかり抑えてハイグラウンドやはり取っていく。ホップロッパー強い。いやー、ハイグラ勝負3チームくらいがしてたところを後ろからリアムさんたちが取っていきましたね。ここから、まあ、ハイグラ維持はするやろな。これはもうしっかりと落とされないようにハイグラ維持しながら、まあ最悪回復勝負までできればキル取っていきたいやろうけどな。回復勝負考えるやろね。ハイグラ取ったらな、ここのトリオはアサルトのエムがいいからバリバリ打っていけそうやね。さあ、どうだ。いやー、小金さんが回復勝負セットしましたね。小金さんはフロッパー4つ。これはもう小金さんがいっちゃう上、段差作ってますね。小金さんはあえて味方の段には降りず、ジャンパー対策ですね。ミルフィーユのようにハイグラウンド取ってるんで、直乗りされにくいし、崩されにくい。このハイグラの取り方強いよな。資材があればできるんやけどね。まあ、さっきからリフレッシュ成功してるおかげやな。これはもうハイグラウンド取れるね。さあ、あとはリアムさんとリンさんのアサルトでのキル稼ぎ。ここでリアムさんがアサルトはけどな、 AK か。 AK はちょっと難しそうやね。とりあえずはうまいこと抑えてますね。さあ、ショットガンも当てて、資材がなさそうな敵に対してリアムさん、ちょっとショットガン覗きに行くが無理はしない。しっかりと、まだアンチは縛り切ってないからな。最終アンチ、まだ前半戦やね。最終アンチの、とりあえずはいい位置取れてますね。さあ、ここでアサルト差し込む。ピーターパンさん倒して資材を一気に増やして普通のアサルトにも変えましたね。ここで建築に対して有効打を打てる普通のアサルトを拾って資材も渡して、小金さんはまだ上にいるかな。小金さんはずっと上いるね。さあ、ハイグラ勝負。さあ、剣馬と勝負はリアムさん一気に反応して、ここは絶対に取らせないと。さあ、ピークイージさんと黒猫さんがいるけど、ここは登らせなかったおかげで小金さんは安定してますね。小金さんどこにいるんや、これ全然映らんけど。あ、余裕やな。フロッパーは1個だけ渡したかな。あー、リンさんけどフロッパーまだ持ってるね。さあ、ここにフロッパー置いて、今のフロッパーは多分取りに戻れるんで、そのまんま置きっぱなしやな。さあ、リンさんとリアムさんの対面勝負。ルイサナさんが降ってくる。どっから降ってきたかは分かんないけど、ルイサナさんは多分アンチガニムーブで耐えてたな。ただここはハイグラ取り返すことはさすがに厳しいか。リアムさんとリンさんでもう一回プレッシャーかけて、残り4チーム8人、ゾコさんトリオと
さあルナさんが横飛びで100ガットうまい。ただ1対2対3か、1対2対3。さあルナさんはここで落とされて3チーム。さあシュンシャンさん生きてるね。シュンシャンさんがアンチガイムーブで生きてはいるが、これはかなり圧倒的か。小金さんたちがかなり強い。さあヘッショワンパン175、うますぎる。リアムさん反応していく。さあここでさらに落とされてしまったが、正直ビクロイの目はある。こんだけフロッパーがあってキャベツまであれば勝てる、勝ててしまう。まあシュンシャンさんもちょっと早かったからな、出るタイミング。さあ耐えきれるのはどちらか、まあ、どちらかと言われるともう小金さん一択 GG。 さあマイポリさん、ミリムさん、ポテさんは合計で8キルしててめちゃめちゃ強い。さあ5キルをしているミリムさんはリフレッシュ役、木の資材360、取れてる位置はかなりいいね。かなりローグラウンド、一番ローかな。段差は一ちゃんしたとは言えんけど、ローグラウンド他にチームはいなさそうな雰囲気あるんで、このまんまいけそうですね。さあ残り8チーム、さあさらに降りて1チーム1人逃げれるか。あ130カット、カーディさんをしっかり把握してここでリフレッシュ成功。チャグランちゃんを拾って回復ショーまで持っていける可能性まで出てきた。さあただアンチが戻り、アンチこの戻りは厳しい。ちょっと段差を上げていかないといけないんで、ローグラからは難しいアンチになってしまうが、戻せるか。マイポリさんの進行、あいけそうやなこれ。めっちゃ高く積み上げないといけないわけではないね。普通にローグラウンド緩やかな起伏、ただやっぱり段差を上げないといけなさそうな雰囲気はある。さあ1段上げれるか。この1段上げが一番難しいが、ポテさんがアンチ外で無理やり建築取りに行く。さあ正面 CRR、 CRR さんが来るか、ミリムさんが弾いていけるか。勝負しに行く、むしろ勝負と。さあまたローグラを確保している、強いぞ、かなりいい位置。残りは6チーム12名。さあ人が減って残り5チーム、さらに落としてワンボックス、ここもリフレッシュ成功見えている。さあチャグランチャーが1個追加、さらにローグラウンド降りてくるところもしっかりと圧をかけて3人で倒していく。ここで残り3チームで7人か。さあなら3人生き残ってる、ミリムさんたちはかなり強気に打っていけるか。屈指で1人倒して、ここは一気に倒していく。さあ残りは1対2対3か。さあミリムさんは反転でワンパン、うますぎる。さあもう1人倒したい、ピースコントロール、いやジャンプでキャラコン勝っていく。残り 1v2 か、 1v2 1v3、 いやもう出てるな、チャグランチャーの音がするんでもう逃げてますね。さあマイポリさんに回復渡したい。さあマイポリさんが回復勝負してるんで、残りのミリムさんの体力が勝つか、相手のチームどこで回復勝負してるか分かんないけどめちゃめちゃ早い。さあただ足りないか、ドーリー先生か。勝ったのはミリムさんのトリオ、うますぎた。ローグラウンドですね、ローグラウンド、サージは余裕、この時点で3キル。やっぱうまいトリオってここら辺ですでに3キルぐらい取ってるよな、ちゃんとしてるよな、なんか流れがあるよね。さあそしてマリスさんたちはそんなに資材は多くなさそうやけどね。断崖アンチはあれやな、起伏はあるね、山アンチやね、ちょっとした小さな山アンチ。さっきの雪山よりかは明らかに楽やけど、このまんま下りアンチですね次は。さあアリスさんはチャグランチャー持っている、うん、アリスさん覚醒中かもしれんねこれね。さあここから段差を変えながら、いいね段差選び、いいな、丁寧にクジャクさんが側面取って後ろを見ている。ワンパンヘッドショット、しっかり見ながらカウンターも完璧、そしてダウン帯をちゃんと運んでいって資材を取りに行きたかった、ここはかぶってしまったんで無理はしない、ここら辺の判断力もいいですね。さあ相手はジュジャさんトリオ、トゥースさんも見ていくが、ここはやはりお互いの打ち合いはできるだけ避けていくっていう打ち合いやな、打ち方やね、うん、打ち合いはせずに先に先手取れるところを取っていく、冷静でかつ安全な対面ですね。さあクジャクさんとナイトルさんが先端、ここも落としたのはクジャクさんが落としたか、クジャクさん落としてるね。さあアリスさんが資材は100しかないけどな、うん、6位まで、そう6位までやね。タカちゃんさんの最後 OK、 タカちゃんさん、アリスさんたちリクロイではなかったから最後タカちゃんさん見に行くわ。さあここでクジャクさんが一気に突っ込んで、アリスさんたちとはちょっと別行動やね、もうそれぞれがそれぞれ行くしかないか、まあ、ここの力が強いのもここのトリオの魅力。さあ降りて、ここは落下ダメージも食らってるけどクジャクさんのカバーして1キル取って、さらにアンチガイ、ここもしっかりと当てていく、難しい80度の回転をしながらしっかりと当てて、資材はけどあんまり増えてないか、
アリスさん単体ね。さあワンボックス、ここを勝っていく。眠太陽さん落として、さあここでチャグランチャーも補給できるか。さあここから、まあけどここぐらいかな、さすがに。ジャンプパッド、さあスイジーさん、やはりここロシアトリオはハイグラウンド取っている。スイジーさん、ラタツーさん、ゾタックスさんトリオはお得意のハイグラ勝負。ここも王道のトップロック入りそうですね。さあゲットジョージさんがダウンしてる。これはアリスさん見えてるはず。ワンチャンダウン体だけ取りに行くか。さあパンカスさんがいるが、ここもヘッドショット、ダメージが高すぎる。さあ核入れて、さあパンカスさんトリオといえば回復ムーブをしているトリオ、ここで回復を持っていく。ちょっと待ってね、タカちゃんさん見るわ、多分ここから回復やな。あーけどタカちゃんさん終わってるわ、ごめんね。アリスさんが回復勝負で、ここで勝負仕掛けてるね。いやーうまいなーマジで、ヘッドショットのなんていうのな、感覚よね丁寧よな、冷静やし。さあチャグランチャーも持って帰れるか。とりあえずは食べて持って4位やね、これで4位。アリスさん確か3位とかで終わってたから、ここでハイグラ勝負、あいっちゃうな。さあ勝負、上取って、え、これ勝ててしまいそうな雰囲気あるけど、あれディクロやったっけ、うますぎる。いやーこれで落下、いやーやっぱうまいなハイグラの対処が。取り返しに来たところを冷静に一瞬で崩して、今回勝ったのはラタトゥーさん、ゾタックスさん、スイジーさんトリオ。ハイグラか、やっぱりハイグラやね、ゾタックスさん。ここはやはりキャベツの回復 10OP すぎません？いや正直俺も OP やと思うな。まあ10っていうかあれやな、10個スタックできるんが強すぎる気はするね。10個じゃなくて、あ10個じゃない15個ね、15個じゃなくて10個やったらいいと思うやけど、15個を持てるのが強い気するよな。10ならいいと思うで、個人的には。さあここはクジャクさんも落として、ドタックスさん、スイジーさん、ラタトゥーさんで、いやーアサルト打ち放題取り放題、キルがめちゃめちゃ伸びる伸びる12キルかなこれで、すごいな。ハイグラ取ったチーム、ハイグラからのアサルトネームいいもんな。伸ばすねキルス。花火してきた、いいな。俺今年は夏らしい夏してないからな、いいじゃん花火。なんだかんだ俺線香花火が一番好きやな、でかい花火とかも面白いけどね。海すら行ってないからな。リズだと最低でも30ポイント。まあ敗者復活戦は可能性はあるけど、あれやな、トップ6は難しいかもね。さあここでアサルト、いやーこれ打たれたら厳しいな。おーすごいな味方のアサルトの MI はって、もう木の建築とかは建築になってないね、貫通していくし全然防御になってないよな、えぐいな。この圧は耐えきれんね。さあリザートさん、いやまだ敗者復活戦はあるからね、正直わかんないよまだまだ。決勝は来週やね、決勝来週。さあここはもうしっかりとハイグラ維持して、キル数も伸びるからな。ハイグラで伸ばすのすごいよな、キル数意外と取れへんと思うんやけどね。アサルトのM力が化けもんよな化けもんよな、ほんま全部当たるもんな、ここも当たるしな。でアンチガイ倒していくと、で取りに行ってチャグランチャー、そしてキンポーン残りけど、これでも5チームやからすごいな。ローグラウンド耐えに耐えてるけど、ハイグラは全員生きてるからな。さあここでさらに143、エイム良すぎる。さあさらにアンチ外から来る敵がいるが、ここは 1v3 かな。ハイグラからもいるもんな、これ味方2人下降りてるけど、ハイグラ1人いるからな。上と下の板挟みは無理よな。 GG。 こっち側はリザートさんが厳しいか。リザートさんは真反対のアンチですね。ジャンプパッドがあるからジャンパーは飛べるんやけど、このタイミングで対空はもう願うしかない。対空エイム溶かされるともう仕方がない。さあギリギリ丘にも乗れないか、高さが足りない。左に行くとポテさんたちと TS さんたち、かなり厳しいトリオが待ち受けているが、さあリザートさん先頭でとりあえずダウンを変えて、うまいことアンチに入っていきたいですね。まだ入ってないはず。さあ現在101ポイントいけるかどうか、難しいラインやな。さあリザートさん返り咲けるかどうか、アンチは取れてるね。紫ポンプ持ってるからな、リザートさんまだまだいけそうやな。資材も意外と温存はできてる方じゃないから、890やけど全然こんぐらいよな。進行役ルイサナさんやしな、ナイスよね。さあリザートさんはローグラウンドになるか、それとも
どっちのアンチかやな、これ。これ川側のアンチになったらリザードさんたち一回段差を上げないといけないから、それが厳しそうやね。ジャンプ一枚あるから大丈夫か。あー、川奥か。さあ、下からうまい、このカウンターうまい。ポテさんたち1キル、これは見事に2人でデュアルポンプで1キル取って落としていきたい。ダウンをしっかり各入れたいが、ここはちょっとリスクを負うのは厳しいか。ちょっと怖いよな、このタイミングで対面して時間かかってアンチ移動できなくて3人全員死ぬっていうのが一番悪いことなんで、冷静ですね。ここはダウン帯無理して詰めにはいかず、リザードさんはもう移動考えてますね。さあ、ジャンプパッド、うまいこと先端を取りに行きたい。さあ、クララさんたちも生きてますね。100ポイント台、80ポイント台、90ポイント台が多い中で、誰が140ポイント超えていくのか。140は超えないとおそらく厳しい。さあ、リザードさんたちは橋上作りましたね。アンチ的にはまだまだローグラなんで、海、川アンチか。このアンチの高さ続けていくのか。70カット、うまい。さあ、落としたい、あと1点。いや、惜しい。どうだ、段差を変えますね。さあ、ローグラまではいかないか。さすがにローグラはいかずに中段維持かな。資材があるかどうかが難しいからな。さあ、リザードさん、残された資材と体力でリフレッシュをそろそろ考えたい。さっきポンプで削った人がそこにいるからな。ありえるぞ、これ詰めに行きたい。3人で正の内で入ってワンボックス屋根の下。さあ、逃げられたくはない、取りたい、取れそう、取れそうではあるが、もう1チーム外から来るかもしれないから、しっかりとリザードさんはケア役をケアして。いやー、あんこさんがめちゃめちゃしっかり川を利用して逃げ切っちゃいましたね。いや、今のいけたと思ったな。いやー、リフレッシュ、どこかでもう一回チャンスを狙っていきたい。ルイサナさんはローグラ選択で、うまいことを今度は落としで勝っていきたいか。さあ、ジャンプパッドをもう一枚持っていた。この段差ジャンパで上がって、ルイサナさんは先端アンチ外から取りますね。これは美味しい。さあ、ここでクララさんたちは落ちる。クララさんたちはクオリファイならず。シュンシャンさんは生きてますね。シュンシャンさん対リザードさんのポイント勝負になるか。さあ、ミリムさんも生きている確定やな。 TS さんがここで落ちている。TS さん足りるかどうかわからない。味方がどこまで伸ばしてくれるか。リザードさんたちもまだまだ伸ばさないといけない状態ではありますね。さあ、資材が残り300しかない。アンチは入ってるね。あと2回のアンチ移動。移動はめっちゃうまいね。移動はめっちゃうまい。さあ、戻りアンチ、自分たちの進行してきた建築をうまいこと伝って、相手が自分たちの建築の横に来た時に編集キル狙っていきたい。ルナさんも生きてるね。上に生きてる。さあ、ラズエルさん落ちるか。これは TS さんたちはギリギリトップ6クオリファイはならずか。さあ、残されたシュンシャンさんたち対リザーさんたちのポイント勝負。さあ、壁は取れてる。ワンボックス勝っちゃうか。目の前で一番ポイント勝負をしているトリオが合ってしまうか。ここはリザードさん冷静に一段変えて。さあ、ただピナさんが削られている。3人で生きていることもでかいが、いや、 TS さんのトリオ、ミヤさんが生きていたぞ。今チラッと見えた。 TS さんのトリオメンバーが1人だけなんとか生きている。どうだ、伸ばせるか。さあ、6位に入れそうなトリオがめちゃめちゃ多い中で、ルナさんはさらにキルを伸ばして、そこに対してリザードさんリフレッシュ、資材は取れた。ちょっと増やせたね。こういうのもでっかい。さあ、ルイサナさんローグラウンドしっかり取っていく。シュンシャンさんはキルを取る。シュンシャンさんたち止まんないね。これはクオリファイできそうか。さらにピナさんがリフレッシュ成功。ローグラウンド、これは強いぞ。位置はめっちゃ強い。ルイサナさんたちが一番強いローグラウンドを取っている。今日は結構見る、このギリギリの山下りのローグランチ結構見ますね。さあ、物資見えた、資材は取れた。150の鉄めちゃめちゃでかい。150の鉄はまだまだ伸ばせるぞ。最終アンチまでいける。さあ、となるとお得意のキャベツムーブ、リンゴ農園をしっかりと固定折りにしていて、その利点発揮できるか。回復勝負貸し切れるか。勝てばあるぞ。どうだ、ただちょっとキルが少ないか。まだ120ポイント、140は超えていきたい。4チームまだ、けどこっから10ポイント以上入っていくが、どうだ。さあ、あとはやはりまずは勝つしかない。そして最後のタイミングでちょっとだけでもダメージを当ててキル2キルぐらい増やせればあるぞ。返り咲くことができるかどうか。さあ、残されたリンさんも生きているが、小金さんの鳥はちょっともともとのポイントが低いか。さあ、リンさんに対してキル取れた。さあ、キルは、いや違う、これストームで死んでるな。さあ、キルは伸ばせずか。さあ、行くしかない。もうあとはルイサナさんのキャベツ力に任せるしかない。リザードさんはストームでダウン、キルにはならないようにして。さあ、ルイサナさんの回復勝負対 1v1 ですね。回復勝負、いや意外とないか、意外とキャベツが少ないか。
勝っていく、ここ見ている、落ちてくるところをルイサラさんしっかりとポンプでカウンターを落ち着いていた。